珍しい商品を並べてみました。お二人だけの特別ですよ。これでいいかな。
のミルクですよ。うまおー、これは美味しそうです。早速いただきますね。ありがとうございます。このままでは身長が縮んでしまうところでした。コルさんも冗談を言うんですね。仕事をしたらすぐ縮んじゃうんですか？いいえ、冗談などではなく本当のことなのですが。私の力には代償があってですね、物を複製するたびに少しずつ身長が縮んでいくです。大体は少し休めば元通りになりますが、複製しすぎると背が縮んだままになってしまいまして。量販サービスは私のお店の柱ですので。でも代償が大きすぎますよ。いいんです、父にまた会うためですから。父のことを知っている人に出会えるかもしれない。お店を大きくして有名になれば、父の耳に私の名前が届くかもしれない。お店さえあればいつかきっと父に会える。私はそう信じているです。だからいくら背が縮もうとも、私は量販をやめるつもりはありません。私たちが口を挟むことじゃないよ、アビビー。コルさんの気持ちわかるでしょ？すみません、コルネリアさん。私、余計なお世話を。リディさんは優しい方ですね。ただ、私のことを心配していただけるなら。その分、お店で何か買っていってください。商売人にとってはそれが一番嬉しいことですから。ポルさんちゃっかりしてる。これはたくさん買い物していくしかないね。みたいだね。私の乾杯。
コルネリアさん、推しのもの見せてくださいな。さて、行き先は。いらっしゃいませ。お昼も食べて元気満タンです。どれを買ってくれるです？
作ろうかな。の冠持ってきたよ。おお、今度のもいい出来だな。これなら。マティアスさん、そろそろ教えてくださいよ。その冠何に使うんですか？俺は次期王様だからな。ちょっと早いが特権を使わせてもらう。二人とも俺についてきてくれ。ぜひ証人になってもらいたい。ん？あら、マティアスじゃない。それに双子ちゃんまで。どうしたの？姉貴、ちょっと人払いをしてくれ。頼む。分かったわ。言われた通りにしたけど。本当どうしたの？あんたちょっと変よ。なあ、姉貴。姉貴は俺のことずっと見守ってきてくれたよな。頼りない俺のこと陰から支えてくれた。姉貴がいたから俺はここまで来られた。
マティアス？でも、だからこそ俺の知性には姉貴が必要だと思うんだ。リリーとスーが二人ですごい力を発揮するように、俺たちも二人一緒の方がいいはず。だからこれを受け取ってくれないか。これ冠じゃない。あんたここまで来てまだ私に王をやれって。違う、あくまで王は俺だ。姉貴にやってほしいのは裏の国王。姉貴、国王になった俺のことこれからも後ろから支えてくれないか。きっとそっちの方がアダレッドをいい国にしていけるはずだから。一つ確認、これはよーく考えて出した結論なのね。ああ、これが最善の策だと思ってるぜ。そう、じゃあ仕方ないわね。まったく、いつまで経っても世話が焼ける弟だこと。マティアス王、裏の国王という役割、確かに仰せつかりました。ただし裏は裏、表はしっかりあんたがこなすこと。いい？もちろん。それじゃあリディ、スー、出番だぞ。これから影の戴冠式を行う。二人はその証人だ。決して表に出ることのない俺たちの誓い、ちゃんと見届けておいてくれよ。うん、分かった。しっかり見ておくよ。はい、いつでもバッチリ思い出せるように。そうか、よし。おお、これは気が引き締まるな。確かに見られてると思うと緊張するわね。先生と行くか。そうね。じゃあ、あなたから。我は国王として、あらゆる民が暮らしやすく多くの幸福を享受できる国を作ると誓う。我は国王として、全ての民が夢を追い己の生きている意味を見出せる国を作ると誓う。今ここに我マティアス・フェリエ・アダレットが表の王として、今ここに我ミレイユ・フェリエ・アダレットが裏の王として、王位を継ぐと宣言する。私たちすごい瞬間を見ちゃったかも。
そうしてもらわないと困っちゃうわね。だって王冠をかぶる人間が二人いるなんて前代未聞だもの。わかってる？アーティアス。わかってるって、わかってるけど。いい国を作るためには些細な問題だろ。どこ行く、どこ行く。いらっしゃい。よく来たわね、双子ちゃん。いつでも来てね。よーし、この仕事も終わり。さて次は、ミレイユさん、こんにちは。お忙しそうですね。ええ、もちろん。裏の王を引き受けた以上、やっておかなきゃいけないことが山積みでね。表の王がちょっと頼りないでしょ。だから私が暇になることは一生なさそうね。そういう割に嬉しそうじゃないですか。あいつが私を必要としてくれたこと、正直言うとすっごい嬉しかったの。それに感心もした。二人で国を治めていくなんて私は全然考えつかなかったもの。常識にとらわれない考え方を持つマティアスなら、次の王としてきっとうまくやってくれるはず。だから裏から思いっきり支えてやろうと思ってね。あんなんでも可愛い弟だし。お二人に任せておけばきっとすっごくいい国ができちゃいますね。ええ、期待しててちょうだい。裏の王として全力を尽くしてみせるわ。双子ちゃんみたいな子たちが思いっきり夢を追える国を作るためにね。はい、頑張ってくださいね。かっこよくて美人だ、ミレイユさん。応援してますよ。とっても優秀で綺麗なミレイユさん。もう。こら、大人をからかうんじゃありません。ごめんなさい。それじゃあミレイユさん、またもう。あんなに可愛い笑い方されたら怒るに怒れないじゃない。私たちがやるべきことはあの笑顔を守っていくこと。そうよね。
マティアス。どこ行く、どこ行く？いらっしゃい。よく来たわね、双子ちゃん。またいつでも来てね。目的地は気の向くままに。やることやること。
的地は気の向くままに。キャプテン・マティアス。キャプテンの真似だぜ。これを使うの？とにかくたくさん拾うことだね。錬金術師は欲張りでちょうどいい。これに決めた。うまい。そうね。全力！全力！
たんだね。補充完了です。新しいレシピに挑戦挑戦。どんなものを作ろうかな。
よし、始めます。どの触媒がいいかな。Thank you.
分サボっておられるぞ。裏の王様に報告しなきゃ。やめて、本当にやめて。あっという間に王位剥奪されちゃう。さすがに冗談だよ。でもね、はい、王様としてちゃんとしてくれないとすぐミレイユさんに言いつけちゃいますからね。あれ、おかしいな。俺、自分から面倒な道を選んだ気がするぞ。そんなこと思ってないくせに。バレてるか。自分で決めたことだ。後悔なんてしないって。思い返せば、こういう結果になったのも二人のおかげだな。お前たちが二人一緒に力を合わせて頑張る姿、俺割と嫌いじゃないんだぜ。マティアスさん、見てろよ。姉貴と一緒に絶対この国を今よりいい国にしてみせるからさ。うん、期待してるよ。ただ二度と無職って思われないように気をつけてよね。のこいつ、王様に向かって何を言う。不敬罪で打ち首じゃ。バカじゃねえよ、バカじゃ。チキショー、お前だけ税金倍にしてやるからな。マティアスさんが王様ならきっとこんな風に楽しい国になるんだろうな。マティアスさん、期待してますからね。補充をしておいたわ。またたくさん買っていってね。どれが欲しいのかしら。これでいいの？ありがとう。また寄ってちょうだいね。
があらんことを。新しいもんを仕入れてみたぜ。俺は意外に新しいもの好きでな。どれを買っていくんだ？
がいいかな。
いかな。うむ、こんな感じだよね。これにて完成。さあ行こう。さて何を作ります。なんだっけ。さてドイツから調合してやろうか。ちょっとリディ、寝癖ついてる。ダメだよ、身だしなみは整えなくちゃ。ちょっとリディ、寝癖ついてる。ダメだよ、身だしなみは整えなくちゃ。そういや、銃に弾込めたっけ。いざって時戦えないと困るもんね。ちょっとリディ、寝癖ついてる。ダメだよ、
身だしなみは整えなくちゃ。リディ、寝癖ついてる。ダメだよ、身だしなみは整えなくちゃ。触媒で材料はと、よし、始めます。油断しないで、ここに入れてみよう。こうするとどうかな。
これでいいかな。さあ、きれいに仕上げちゃおう。よし、とりあえずできた。どの特性を残そうかな。これで平気？なかなか上手にできました。新しいレシピに挑戦挑戦。そういや、銃に弾込めたっけ。いざって時戦えないと困るもんね。おはよう。朝早くから頑張ってるわね。どれを売ってくれるの？
これでいいの？ありがとう。また寄ってちょうだいね。どこ行く？どこ行く？よし、行くぜ。魔物が出るとこは勘弁な。自然の息吹が感じられる。この道具なら。バージョン。あ、思いついた。いいものね。これなら調合もはかどるね。真剣勝負の時間だぞ。よし、見事な釣果。さあ、魚たち、真剣勝負の時間だぞ。雨も降らないで。髪の毛が跳ねちゃってるよ。あ、すみません。ソフィーさんこそ寝癖がとんでもないですよ。
くるよね。行くぜ。あ、魔物が出るとこは勘弁な。
どうだ、お母さんに教わったヤギプニダルマの可愛さは。
金目のものをウェルカム。隠れてるね。一流斜めなのかな。師匠、この材料の性質について質問なんですけど。お、いいところに気づいたわね。それはね、
ちでいいですかね。
なるほどね。錬金術の体型の違いなのかしら。うん、多分クラフトさんの錬金術と今の時代の錬金術って実は少し違ってるのかも。お邪魔します。あれ、フィリスさん、師匠と何をお話ししてたんですか？ちょうどいいところに。今まさにあなたたちが考えたあれについて話してたのよ。あれ？何かあったっけ？あ、全自動説教兵器イルメリアちゃん3号のことかな。いや、どっちかっていうとプリティールちゃん人形の方なんじゃ。それ、そんなもの考えてたの？二人とも。しまった。あれって何なんですか、フィリシさん。そう、そうです。あー、気になるな。あれって一体何のことなんだろうな。え、バトルミックスだよ。ほら、戦闘中にパパーと調合しちゃうやつ。おー、あれは我ながら画期的な発明だよね。うんうん、歴史に残っちゃう技術かもしれない。それがあながち間違いでもないのよ。だって今までの常識を覆した錬金術だもん、あれ。え、そうなんですか？ちなみにどこら辺が？釜に類するものを使わないところね。本来錬金術は特定の容器の中で行うものだけど、バトルミックスはアニマを使うことで何もない環境でも調合できちゃうでしょ。これってとってもすごいことなんだよ。あ、ただその分難しいことでもあってね。実は私とソフィー先生も試してみたんだけど、何回やってもうまくいかないんだ。ソフィーさんとフィリスさんが？やばい、やばいよリディ、それはやばすぎるよ。なんか急に実感が湧いてきた。私たちとんでもない技術を編み出しちゃったんだ。私とフィリスの間では習った錬金術の体型の違いじゃないかって話してるんだけど、とにかくあなたたちはそんなすごい技術を生み出せるほど才能にあふれた錬金術師なのよ。お説教兵器だの人形だのばっかり考えてないで、もっと人の役に立つものを作るよう努力しなさい。はい、わかりました。人の役に立つものですよね。じゃあ私は患者さんにお薬を配って回る投薬天使イルメリアちゃんを作ります。勝手に畑を耕してくれるイルドーザーを作ろうかな。ほら、
もう怒った。待て
100倍材料選択は目が命。レシピ、これならいける。
6倍入れればいいかな。材料選択は目が命。触媒入れればいいかな。さて、何を作りますか。どんな食…材料選択は目が命。
媒入れればいいかな。どんな触媒入れればいいかな。
生物に取り出せればいいんだけど。Thank you.
また強くなれたみたい。よかったよかった。生活の足しになれ。使えるもの何もないの。へい、ひらめいた。俺とお前でマティアスーなんてな。ああ、今のは滑ったね。マティア滑った。
こ行く？そうね。いらっしゃいませ。今日はどんなご用ですか？この依頼、報告しちゃう？こちらは報酬です。報告しちゃっていいかな？こちらは報酬です。お出かけ、お出かけ。
目的地はどのあたり？よし、行くぜ。あ、魔物が出るとこは勘弁な。スケジュール確認。無理無理無理。
ら簡単だね。
行くよ。私にだってできるの。
一度直します。
二人とも
お邪魔するね。ちょっとお話でも。顔がプニより真っ青だけど、何があったのか教えてくれる？なるほど、ひどい依頼人さんもいたものだな。もう、私がちゃんと確認しなかったから。私でも引っかかってたよ。でも、でも、よし、二人とも釜と材料を貸してくれる？材料はこれとこれ。あとは思いっきりかき混ぜて、できた。はい、これで違約金は払わなくて大丈夫。え、嘘でしょ、一瞬でこんなに。うん、ちゃんと100個あるはずだけど、一応数は数えてみてね。これからはちゃんと依頼書を確認するように。じゃあお薬を届けるだろうから、私はこれで。いらっしゃいませ。今日はどんなご用ですか？報告しちゃっていい？助かりました。こちらは報酬です。
ちょっとリディ、寝癖ついてる。ダメだよ、身だしなみは整えなくちゃ。散らばった白い雲、どこへだって
リリー&スールのアトリエ、不思議な絵画の錬金術師